この番組は高速道路の安全を守る中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋の提供でお送りします。今回のブンブン三重は三重県を飛び出して福井県大野市へやってきました。大野市の市街地は北陸の小京都と呼ばれる城下町、越前大野城は雲海に浮かぶ天空の城として知られてるよね。その大野市に昨年オープンした道の駅越前大野嵐山の里は2021年4月のオープン以来、来場者が120万人を突破した大人気の道の駅なんだ。おお、入り口から大きなモニターが何台もあって道路状況を確認できるんだ。高速道路のサービスエリアみたい。この道の駅にたくさんの人が集まる秘密は何ですか？はい、越前大野の自然豊かな食文化を満喫していただくために、新鮮野菜の直売所と新鮮野菜を使ったメニューを提供しています。またアウトドア用品販売のモンベルも併設しており、ファンはもちろんご家族連れやカップルまで満足いただけるサービスが充実しています。越前大野の食文化はどうやって満喫できますか？直売所には地元で栽培する九頭竜舞茸や上庄里芋のほか、福井県はコシヒカリ発祥の地でもあるので多種多様なお米や地酒も豊富に取り揃えており、お土産として販売しています。またフードコートには麺類や丼物、ハンバーガーショップからバームクーヘンのお店まで、越前大野の特産品を使った商品やメニューを取り揃えています。フードコートでは越前おろしそばをはじめ、大野名物の醤油カツ丼、とんちゃんセット、里芋コロッケのほか、九頭竜舞茸を使用した舞茸ラーメンや舞茸バーガーなど、バラエティに富んだメニューを取り揃えています。ぜひ道の駅越前大野嵐山の里でご賞味ください。続いてはハイウェイインフォメーションです。伊勢自動車道滝美村スマートインターチェンジのご利用方法についてのお願いです。滝美村スマートインターチェンジは ETC 車専用の出口です。お車の ETC 車載機に ETC カードを挿入してご通行ください。現金やクレジットカードをご利用の際は清和滝インターチェンジまたは玉木インターチェンジをご利用ください。この番組は高速道路の安全を守る中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋の提供でお送りしました。